チャオ、あちゃんです。今日、開放倉庫の UFO キャッチャーで1回100円で撮れたな。はい、紅ズワイガニ入りかまぼこ、これちょっとね、子供ちゃんたちと食べようかなと思って。お酒のおつまみやね、こんなんね。ね、よいしょ、こんなんです。で、これ6本入り、これ100円は安いと思うよ。うん、多分ニッキュッパとかぐらいするんちゃうかな。普通のチーカマでね、贅沢にチーカマ極光店けど、それニッキュッパやったから多分それぐらいするんちゃうかなと思って、ちょっと食べてみたいと思います。食べる？これ明日食べる？置いとく？半分にどう味？カニ？なんかカニの匂いしてる。よく分からへん。食べてみましょう。ポリン。かまぼこの匂いです。いただきます。うん、食べた瞬間はチーカマの、チーズなしって感じ、普通のかまぼこみたいな感じだけど、噛んで噛んで噛んでしとったらカニの風味がふわ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 って出てくるんだよ。で、飲み込んだら口の中カニの香り、カニ多分少ないやと思うね、紅ズワイガニのね。多分殻とかカスとか入ってみちゃおうかな。魚肉でんぷん、種物、紅ズワイガニって書いてある。種物って何や。カニエキス。分からへんけど、売ってんのかな、こんな UFO キャッチャーの景品なんか普通に売ってんのかしらんけど、大人のデータクスティック紅ズワイガニ入りかまぼこ、ちょっとこれね、売ってるかどうか Amazon か楽天かなんかで調べてみましょう、後でね。で、これ UFO キャッチャーで、それあのボールの上ポコンと落として跳ねるやつね。うまくね、あっちゃんね、ずれてん、ここ掴まれへんかって、この辺掴んでもうてん。で、こうなって出てきてん。ほんだら、ポーンと折った瞬間、ポヨンってこっち跳ねて、落ちて。ラッキーでした。これはほんまに運ゲーやからね。運だけに跳ねちゃってんから。運ゲーや。運ゲーとか言ってたか。運ゲーとか言ってたか。なんで？運ゲーや。運以外何もでもないの？狙うの？何が？おいしい。これで日本酒いけると思う。行こうかな。あかんね、今日ライブですね。ということで、おいしかったですということでね、ゲームセンターありがとうございましたからね。今日はする気なかったよ。ちょっとね、欲しいもんあってよって。で、これ見て、ちょっとおいしそうやからな。1回で取れたらラッキー。1回で取れへんかったら諦めようと思ってて。取れたからね。見ようとらん、あんまり取れようとはね、これ運やからね。あっちゃんあんまり運悪いから、今日は目覚ましテレビ1位やったかな、あ、その1号だかな、なんかええ運勢やったからね。読んでみたら取れました。何のことでもいいよね、美味しかったです。はい、ではまたね、バイバイ。